です。前々からとても要望が多かった私のポジティブ思考の秘訣についてお話ししていきたいと思います。もともとすごくポジティブかと言われると別にそういうわけでもなくて、どういう風に考えるようにすれば折れない心を作れるかなっていうのはすごく自分なりに考えて、自分の中で修行を積んで今この思考に至ってます。20個の項目に分けてこういう風に考えてるよっていうのをお伝えしていくので、この動画がちょっとした元気のエッセンスになるように一生懸命伝えますのでついてきてください。それでは私のポジティブ思考の秘訣20個スタート。20個伝え始める前に私が思っている前提なんですけど、今あなたの周りにいる人や起こっている出来事だったりとか環境っていうのは誰のせいでもなく自分が招いた結果です。本当にそうなの嫌だなっていう環境にもしいるとしたら、それは全部あなたの思考が作ったって考えていいと思っています。逆にすごく恵まれた環境にいるんだったら、それはあなたが招いた結果です。要は誰のせいでもなくて自分の考え方だったりとか思考を変えれば絶対的に全ては変わるって捉えてもらうと世の中がハッピーに動き出すと思うので、人のせいにするんじゃなくて全ては自分が原因だと思って、原因ってプラスの意味でもマイナスの意味でもなんですけど生きてみてください。その1、もうこの地球上にいる人はみんな宇宙人だと思って考える。地球の外の星から見たら私たちみんな宇宙人じゃないですか。何が言いたいかっていうと、生まれも育ちも絶対的に違うんだから分かり合えるわけがないんですよ。分かり合える人もまあちょこちょこはいるかもしれないけど、基本は考え方が全員違う人が集まってこの星が出来上がってるので、ちょっとでもいやこの人本当にはぁって思う人がいたら、いやどうせ宇宙人だしって思うようにするといいと思います。別に宇宙人が悪いって言ってるわけじゃなくて、いい宇宙人いっぱいいるんですけど多分なので、自分と違う意見を持った人に出会ったら真っ向から否定するんじゃなくて、あ、こういう面白い捉え方もあるんだなっていう新たなエッセンスが加わったって思うぐらいにするとちょうどいいと思います。その2、全てにありがとうっていう。私はすごく日本人の嫌いなところがありまして、すいませんって結構口癖で皆さん言うじゃないですか。でもすいませんってちょっとマイナスな意味が絶対含まれてると思うんですね。なので例えばほんとちょっとしたことですけど、ドアを開けて待っててくれた人がいたら「すいません」ってじゃなくて「ありがとうございます」って笑顔で言えるようになると、それだけで本当に日常が輝き出すって思ってます。なので私はちょっとしたことにも絶対「ありがとう」って思うし、ありがとうを伝えるようにしてます。ありがとうって発したこの感謝の感情っていうのは絶対巡り巡って自分に返ってきます。ありがとうっていうポジティブなエネルギーを常日頃発する癖をつけてみてください。3つ目、芸術に頼る。私すごくアートとか音楽だったりとか、そういう芸術全般好きなんですけど、はっきり申し上げますと衣食住は絶対的にこう必要だと思うんですけど、芸術とかって日常になくたって最悪生きていけるじゃないですか。でもなぜ芸術家の人がアートとかを発信しているかっていうと、心を豊かにするためだと思ってるんですね。ほんと音楽でも美術でも何でもいいんですよ。舞台芸術も全て日常から目に入れたりとか舞台見に行ったりとかして感性を磨くようにすると、その見えないもののエネルギーを自分の中に入れられるんですよ。私は目に見えているものよりも目に見えないプラスなエネルギーとかがすごく大事だと思っているので、音楽家の方とかって人を救うためにプラスなエネルギーを発するために曲を作っていたりする方々が揃っていらっしゃると思うんですね。ちょっと携帯いじれば今なんて聴ける時代なんだから、日常から入れるようにすると、ちょっとへこんだりしたら友達にこうぐじぐじ電話とかで愚痴を話して聞いてもらうんじゃなくて、あ、ちょっと元気ないから音楽聴こうって言って音楽からパワーを得るっていうことが日常にできたりするんですよ。人に頼って元気にしてもらうんじゃなくて、自分で勝手に自分のことを元気にすることができるのがアートだと思うんですね。そんな興味ないから見てこなかったなって方もたくさんの素敵なアーティストさんがいらっしゃると思うので、そういうのを日常にするとすごくこう心がどんどん豊かになっていくと思います。4つ目、自然の中に身を置く。私今 YouTuber もしてますし、デジタルの社会と常に一緒にいるので無意識的にもう脳も心も疲れてくるんですね。そうやってパソコンが仕事の方すごく多いと思うんですけど、やっぱ自然の中、海に行くなり山に行くなりっていうことをすると、なんて自分ってちっぽけなんだろうっていい意味で思えて自然のパワーをもらえるんですよ。旅行もそののリフレッシュの一環の一つなんですけど、まあ、お金とか時間もかかりますけど、結果自分のためになるものがその旅行だったりとか自然の中に行くことだと思うので、心の健康のために私はよく自然に行くようにしています。5つ目、朝日を浴びる。夜更かしはネクラの元だと思っています。まあ、もちろん夜型の生活が合う方はそれでもいいと思うんですけど、まあ、こうずるずる夜更かししてしまいがちな方はぜひ朝無理やりでも早く起きて、せめてもの午前中の光を浴びる習慣をつけてみてください。そうするとおのずと自律神経が整って、無意識にポジティブな感覚が培われると思います。6個目、しっかり働いてしっかり遊ぶ。地球規模で考えた時に本当に日本人って真面目だし働きすぎだと思ってるんですよ。毎日ちゃんと時間通りに会社行って、まあ、夜まで働いてっていう生活が結構ベーシックだと思うんですけど、それって結構本当地球規模で考えたら異常だと思ってるんですね。いや真面目すぎだわ私たちって思う習慣をぜひつけてほしい。オンの充実はオフの充実だし、オフの充実はオンの充実だと思うので、仕事をはかどらせるためにもしっかり遊ぶ、しっかり遊ぶためにもしっかり働く、まあこう切り替えてやることが大事だと思っています。あとは結構悩みやすい方ってすごく真面目に頑張ってらっしゃると思うんですね。ちょっと適当に考えるぐらいで本当にちょうどいいっていうか、ちょっと緩めに自分に対して考える習慣もつけていいと思います。は体の健康も大事ですけど、心の健康ってすごく大事じゃないですか。こう頑張りすぎて精神がやられてしまってダメになる前に、こう精神科に通ったりとか、なんかこう心のケアをしてくれるところ、あまり詳しくないけど電話してこう相談を受けてもらうだったりとかっていうのは全く恥ずかしいことじゃないし、当たり前、体だって健康診断受けるんだから、コロコロだってそうやってちゃんと病院でケアしてもらっても全然おかしくないって私は思ってるんですよ。ダメになるって思ったらもう今の仕事辞めたっていいし、学校行かなくたっていいし、ちゃんとこう自分の心が健康でいられる状態を自分で探し出してぜひ動いてみてください。本当に頑張りすぎだと思うんです日本人はそうなの。7個目、やめる、断る勇気を持つ。したくない仕事も断る勇気をバンってそこで出すことがとっても大事だと思ってます。あとは私、時間を食べちゃう人っていうのがすっごく苦手で、例えば長電話をダラダラとかけてくる人だったりとか、会った時に愚痴を本当に長い時間話す人っていうのが本当に嫌いなんですね。で、できれば会いたくないし、その人に時間を割きたくないので断るようにしてます。あ、この人は時間を食べちゃう人だなっていう人の電話はまず出ないし、会わないようにしたりとか、そういう風にして自分の時間、大切な時間を守るようにしてます。8個目、足かせになる人とは合わない、そして関係を断つ。何かをしたいなって思った時にマイナスな方向にこう足を引っ張るような人とは合わない方がいいし、その人の考えは無視した方がいいと思っています。例えばですけど、夢を語った時に「いやそんなの無理だよ」とか「現実問題どうするの?」って言ってくる人は結局その人勇気がないからそうやって言ってるんですよ。だったりとか、こうなんか心配性の度が過ぎたりとかで、足かせになっている人を足かせだと気づけてない場合って結構多いと思っていて、例えば精神をボロボロにさせてくる恋人だったりとかパートナー、いやこの人ダメなんだけどでも好きなんだよなって思いだけで一緒にいたりすると思うんですけど、そういう人って 100% 足かせだし、離れてみてやっとうわあいつ相当やばい男だったわみたいなパターンあると思うので、ダメ男もしかしたら私付き合ってるかもしんないとか、分かりやすい例で言えば不倫してるとかっていうのは早めにバッスリ縁を切った方が絶対あなた今からハッピーになるんで、バッサリ早めのうちに勇気を出して切ってみてください。9個目、私が影響を受けてきた本を3冊ご紹介していきたいと思います。1つ目、ザ・シークレット、まあいわば引き寄せの法則について詳しく説明してくれている本なんですけど、なんか引き寄せの法則いやいやいやって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ほんとそういう風にできてるんですって、ぜひ読んでみてください。今回ご紹介する本は概要欄に貼っておこうと思います。そして2つ目、てれん、20代にしておきたい17のこと。20代だけじゃなく30代とかこう別の年代も用意されてます。ヒントをくれるような素敵な本です。20代のうちにこういうことをやろうっていうのはこの本から結構学ばせていただきました。そして3つ目、嫌われる勇気。この本もかなりの勇気を授けてくれた本。何か断ち切れないものがあったりとか、モヤモヤする方はぜひこちらの本読んでみてください。もうこの3冊を読むと完全にもう心がいい意味で強くなれると思います。10個目、言葉はブーメランだとと思う。要は自分が発したポジティブな言葉はその分自分に返ってくるし、マイナスな言葉を発してたらその分自分にも返ってくる。例えばですけど、あの人嫌いって言われたとするじゃないですか。でもそれって今まで私がその誰かのことを嫌いって言った数の分が返ってきてるって思っております。11個目、言葉をポジティブ変換する癖をつける。どんなマイナスな言葉でも絶対ポジティブに変換できると思います。可愛くないって言われたとするじゃないですか。それって可愛くないってことは今から可愛くなる伸びしろしかないってことだよねって思うみたいな感じ。あとは出来事もそうなんですけど、例えば何かの試験に落ちてしまったとか振られてしまった、その何かマイナスなことが起こったっていうことはちゃんと全部意味があって、例えばこうトランポリンで考えた時にビョーンって下がったマイナスのところに今いるわけじゃないですか。グッて下がったんだからビョーンってこう高く這い上がれる、この伸びしろの分が今から起こるって捉えてみてください。へこむことがあった後って絶対自分の努力しないで上がれるので、そこで自暴自棄になるんじゃなくて、もうこういうことが起こったんだから私は今頑張れっていうチャンスをもらったんだって思って動き出すきっかけにしてみてください。私も全然過去を振られたりとか失恋したりとかもありますけど、失恋した日とかの次の日に受けたオーディションってなぜか絶対受かったりするんですよ。12個目、ポジティブな言葉しか使わないっていうとちょっと言い切りすぎなんですけど、もちろん私悪口も言いますでもそれは全員に悪口を言うんじゃなくて、本当に信頼できる人だったりとか、そういう人もいないっていう人はね、やり方があれなんですけど、紙に書いてそれをしてるぐらいでもいいと思います。溜め込むのが良くないと思ってるので、発するのはそう言ってミニマムに留めておいて、基本選ぶ言葉は本当にポジティブなワードをセレクトするようにしています。例えばもう疲れたーって言うとちょっとなんかマイナスだから、いや私今日頑張ったーみたいなだったりとか、何か嫌なことが起こった時に最悪って言葉発する人いるじゃないですか。それって絶対その最悪今からあなたに返ってきますからねって私はいつも思うんですけど、そうじゃなくて、でもなんとかでよかったよねっていう、絶対でもなんとかでよかったよねのこのよかったねの部分をマイナスなものから見つけ出して、それを言葉として発します。13個目、人を褒める。海外の人って本当に褒め上手じゃないですか。道歩いててそのドレス素敵ねっていきなり言ってくれたりとか、とにかく私は人に会ったら褒めるようにしてますっていうか、別にそれを褒めるようにしてるわけじゃなくて、ポジティブ癖をつけてるので人のいいところがこう目につくんですよ。からそのリング可愛いねとか、肌めちゃくちゃ綺麗ですねとか、嘘は言わないから思ったことしか本当に言わないんだけど、こう人のいいところを見つけて、それをちゃんと思うだけじゃなくて言葉にして発するようにしてます。褒めたことはやっぱり自分に返ってきたりすると思うので、別に褒められたくてやってるわけじゃないんですよ。日常を人のいいところ探しゲームだと思って生きてみると楽しいと思います。15個目、毎日素敵になる努力をする。なんか私すごく女子力高いっていう言葉と意識が高いっていう言葉が好きじゃないんですよ。女子力じゃなくて人間力じゃないっていうことが多いと思っていて、なんかこう女子力が高いとか意識が高いねって言葉をちょっと悪口っぽくなんかこうハスに構えて見る言い方があると思うんですけど、それって間違ってると私は思っていて、なんで毎日綺麗に髪とかメイクとかしてきちんとした服で出かけることがなんか女子力高みたいに言われないといけないのみたいな。毎日素敵でいる努力をしてる人って本当に素晴らしいと思うし、素敵だし輝いてるって思っているので、私はそういう人になりたいし、やっぱり常にいろいろケアとか生活をきちんとしてるとそれってすごく気持ちいいし、心も体も整ってくるし、自分に余裕があるのでその分人に与えられる人になると思うんですね。素敵な人がいないなって思う人は自分が正直素敵な人じゃないからです。私もかつて素敵な人全然いないんですけどって思う時って、やっぱり自分が全然素敵な考えも持ってないし努力も足りなかったと思うんですね。でもやっぱり日々素敵になる努力をしてると、やっぱり素敵な人にたくさん出会えるようになってきてると思うんです。素敵でいる努力をするっていうことは私はもう一生怠る気はないんですけど、でもそうすると不思議と気持ちもポジティブでいられるようになるので、そういう風に考えて生きるのが好きです。16個目、大切なのは今この瞬間とこれからこう過去こういうことがあったからっていう、トラウマだったりとか、とらわれていることをずるずる引きずって、それありきの自分って捉えて、私こういう人だからなってこう過去にすがりついてしまうみたいな考え方の人がいると思うんですけど、それってすっごくもったいないことだなって私は思っていて、今この瞬間から考え方だって全て変えられるのに、そうやって過去のマイナスなエネルギーをずっとずるずるこうやって荷物引っ張っていたら、絶対そのプラスのエネルギーに完全になれるわけはないと思うんですね。もちろん生い立ちとか本当に人それぞれあると思うんですけど、過去に起きた出来事っていうのは変えられないし、生まれつきのものっていうのは変えることはできないけど、でもだったらそれありきの自分を今からポジティブに変えられるのは自分しかいないので、未来のことに明るくフォーカスすることに時間を使ってみてください。続いて、私なんてって思うんじゃなくて、私だからできることを考える。私なんて何々だからっていう発言は今日からやめましょう。私なんて何々だからってこともちろん私もたくさんあるんですよ。なんですけど、私だからできることは何だろうって常にポジティブに考えるようにしています。私はそのモデル事務所に入って、一応モデルとして一応とか言っちゃったけど仕事してるんですけど、オーディションに行ってビジュアルだけで完全に審査されるオーディションって今までもうほぼ落ちてきてるんですね。でそれは絶対的に分かってる。もう私より綺麗なモデルさんなんてもう死ぬほどたくさんいるし、私よりも写真の表現力が高い人とかもいらっしゃるわけですよ。でも今まで受かってきたオーディションって考えてみると、絶対喋らせてくれたオーディションなんですよ。私は自分の見た目だけで勝負することはできないけど、私は喋って何かの良さを伝えること、それはまあ例えば商品しかり自分のことしかりなんですけど、伝えることは長けてるって自分で思ってます。こう YouTube を始めたのだって、何かを伝える力があるって自分の中でちょっとは分かっているから始めたことなんですね。自分に自信がつけられない人は、自分のほんのちょっとでいいから人よりも自信が持てる部分を探し出して、それをぜひ伸ばしてみてください。その考えから続いているんですけど、次、人は人、自分は自分って思う。みんなそれぞれ違う人です当たり前か。ポジティブに比べることは大事だと思うんですけど、比べてチーンってなるんだったら、もうそんな無意味な時間を過ごすんじゃなくて、自分は何をすべきかなってことを考えればいいんです。自分の中でのマックスの素敵な自分を作れるように努力してみてください。続いて、運動をする。スポーツ選手でオーラがドヨーンってしてる人見たことあります？やっぱり運動する人ってこうポジティブなエネルギーが常にやっぱ作られるんだと思うんですよ。だから私はなんか気持ちがどんよりするなーっていう時こそ運動するようにしてます。ちょっとしたウォーキングだったりとか、ストレッチをしてみるだったりとか、体を動かすことをするとすごく気持ちのリフレッシュにもなるし、そういう心の動かし方もぜひしてみてください。19個目、嫌いなものに時間を割くのではなく、好きなものに時間を割く。好きなもののことを考えるときってもう思わずニヤニヤしちゃったりとか、もう絶対ハッピーエネルギーがバンバン出てると思うんですね。だから嫌いな人がいたりとか、嫉妬心とか、そういうマイナスなことに時間を使うのではなくて、限られたこう人生の中で考えることをできる限り好きなものを考える時間にしてみてください。好きなこととかハッピーなことの要因に浸るようにしてます。だからね、オタクってキラキラしてるんですよ私基本的に昔からオタク気質なんですけど、好きなものに対してほんと情熱割と注ぎたいタイプなんですけど、オタクをディスるタイプの方もしかしたらいるかもしれないんですけど、オタクの方々のことをぜひちょっと一回崇拝してみてください。好きなことに対して情熱を注げるっていうのはほんと素晴らしいことだと思います。20個目、地球規模、宇宙規模で考える。よく私って何のために生まれてきてるんだろうとか、何のために生きてるんだろうってことを、ポジティブにもマイナスにも考えることって、人生1回ぐらいはある気がするんですけど、私が思う考えは、この地球に生まれてきた意味っていうのは、一人一人がそれぞれのやり方で光を加えるために生まれてきたと思うんですね。その光を加える方法がほんと小さいことかもしれないんですけど、そのちっちゃな光がバーって集まったらすっごく大きなプラスなエネルギーになると思うんですよ。だからマイナスなことに引っ張られすぎちゃいけないし、足かせになる人とは会ってちゃいけないし、自分なんてって思うんじゃなくて、あなただからできるプチハッピー還元行動は絶対どっかにあるんですよ。人って人のことをこう輝いて見がちなんですけど、その輝いてる人はその方法で多分人をハッピーにしてるんですよ。自分には自分の方法が必ずあるので、私は何のやり方で光をこの地球とか宇宙に与えることができるかなっていうのを考えることがすごく大事だなって思ってます。で、私は常に私と関わる人にハッピーだなとかラッキーだなって思ってもらいたいと思って生きてます。なので、もしこの動画がちょっととでも響いたよっていう方は、もうこの見終わった瞬間から人からありがとうって思われるちょっとした行動をするように積み重ねてみてください。もうほんとちょっとしたことでいいんですよ。例えばカフェでトイレに入ったとして、トイレットペーパーがなかったとするじゃないですか。もうそれをそのままで出るんじゃなくて、次の人のためにもう後ろからペーパー取って、新しいペーパーに変えるぐらいのプチハッピー還元行動でいいんです。でもそれでやっぱり次の人が不快に思わず気持ちよくトイレ使えるんだから、何の話これそうなんです。まあほんとそういうちょっとしたことの積み重ねが大事かなと思います。この動画が参考になったよって方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録お願いします。ほんといいことたくさん発信するので、そしてインスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも綴っているので、概要欄の URL から飛んでフォローやチェックお願いします。本当にちょっといろいろうるさくてすいませんね。ご覧いただき本当に感謝しています。ぜひ次回の動画でもお会いしましょう。あみしーこと石井あみでした。自分のことを雑に扱っていると雑に扱われる人間になります。だから今日から自分のちょっとしたいいところを見つけて、もう褒めて褒めて褒めるっていうことを習慣にしてみてください。